督と いたい。よいしょ。おはよう。いや、わかる。喉のやばい。じゃがりこめっちゃ美味しい。朝からじゃがりこ食べてるの。やばい。めっちゃ美味しい。辛いの好きなんよ。結構辛い。これうま辛レッドピザ味。おいしい。あ、余談、見てくれてありがとう。モーメンタリーの衣装だった。なんかさ、私結構湿気があるのが苦手なタイプで、肌質がね、逆になんか寝るときに加湿器とかをつけないんですよ。喉がやられる。カラッとしてる方が好きだから。
難しいよね。もう喉やばいよね。常に喉やられてる。ピカピカトランペットくれてる、ありがとう。朝からスープを飲みます。いただきます。眠いな。なんか眠いな。さやまる、ありがとう。早くも。おはよう。なんか眠いな。メリークリスマス。さんだだん。今日めっちゃ結婚したいかも。どういうことやねん。今日めっちゃ結婚したいかもってどういうさ言葉。あなた空気清浄機のボタン押したでしょ、いろいろ。ね。クリスマスまであと18日。すぐ来る。どうしよう。髪の毛実験失敗したみたいになってる。寝癖が。欲しいものある。欲しいものか。常に欲しいものは愛って言い続けてるんですけど。なんだろう。はーい、置いてもらってもいいですか。なんだろうな。アクセサリー。小
寒い寒い。寒いですか？やっぱ今日は寒いんか？これか。やばい。的にやばいんだが、あっ過ぎてますね。すごい紙一枚でも遊んでくれるからなんか嬉しいです。私は助かっちゃう。元気すぎて。1時に21度まで上がるの今日。朝晩がねどうしても寒すぎるのよ。
お昼はね、布団から出れなかったよ全然。もうずっとあーどうしよう無理だー。メソあれが金ピカピカトランペット。わかる、涼しいというか寒いだけで空気が綺麗に感じるよね。逃げられた。寒さ対策ない。カイロ、カイロ、この間現場にね電気毛布を持参したの。快適すぎた。快適すぎる。あれなんかすごい寒い場所、すごい寒いかったお仕事の日だったんですよ。外とかみんな寒くて、もう私は電気毛布、コンセントを探して電気毛布。遊んでるの？あった。私が探してたやつ。見つけてくれてありがとう。逆にね。湯たんぽ持ってないな。甘酒はね、あんまり得意じゃないの味が。おっきい子なただね。おはよう。ジロとソが眺めてる。おはよう。充電回路使ったことないな。大きい子なりました。これくらい。これくらい。もっとちっちゃかったのにね。大きくなったのに。
寒すぎて風邪ひきそう。寒い寒いよ。ちょっと待っててください。電気毛布を持ってきた。さまさまよ、電気毛布さまさま。電気毛布とブランケットの猫使いよ。寒いもん。もう芯が、体の芯が冷え切ると終わります。暖房もついてるよ。私本当に寒がりなの。本当に寒がりなの。ひんちゃんイメージしたネイルした。かわいい。何それみたい。天気毛布が暖かくなってきた。マジで神。すんごいブランケットの紐で遊ばれてる。すごいちゃん。あ、暖かくなってきた。神だ。Thank you。
ようかな。ねえ、まるでこたつソックス気になってる。めっちゃあれどうなの。いや、お見ると私はクリスマス同盟組んでますから。こたつソックス使ってる方いらっしゃいます？めちゃくちゃあったかいけど脱ぐと寒いえ、あれまあ電気とか使わないの？ね、あったかいの？ちゃんとあったかいの？ちゃんとぬくぬく？はい、何してるの？あ、思い出した、ちゃんとぬくぬくなんだ。何してるの？電気使わないんだ、あったかいんだ、すごい。みかんを食べたいと思いました。いいお値段する。え、調べよう。こたつソックスどれだ。あ、これか。あ、え、でもすごいめちゃめちゃ星ついてるってことは本当にあったかいんだ。じゃあ買おうかな。でも私ね、つま先が覆われてるのが得意じゃなくて、で靴下がそもそもあんま好きじゃないの。つま先だけでも出てたら、すごいレッグウォーマーがある。ん、タワー当たってる。ビクトル、ありがとう。え、何タワーだろう。
つま先出ててもあったかいよ。つま先は確かに冷たくなるかもしれないけど、私は足首の方が温めたいかも。電気毛布、電気毛布。足首温めた方が良いということで、レッグウォーマーを来たんか。またここは登れんぞここは登れんぞ。白玄マリクリしまーす。マリクリマリクリ髪の毛前髪だっけ。何色がいいんだろう。あ、でもあったかそう。めっちゃおっと、何しに来たんや。何しに来たんや。9時です。9時か、もう9時なのか。YouTube ショートのやつってなんだ。9時や、9時になってしもた。あ、TikTok と同じやつか。
暴れてくださいって言われたから暴れてみた。何タワーだこれ。そういえば ショールームさんからね、あれをいただいた。あれいつのだろう。テーマパークチケットみたいなやつだったはず。多分。ありがとうございます。ちょっと待ってね。よし、スイーツもいただきました。だからみんなで一緒に選ぼう。甘いものってなんかさ、私甘いものあんまり頻繁に食べないんですけど、突然食べたってなるとき来る。選べたはず、わかんないけど、ちょっとあんまりよく見てなくて。まだちょっとやめてよー、コード引っ張んないでー今日非常に眠いんだが、あかん。毎日眠いけど、毎日眠いですけど、やめてー。ちょっと何かじってるの。
風邪っぽい？風邪ひいてる方多いよね。この時期だからかな。寒いんよな。インフル流行ってるよね。マフ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 です。何かが臭いぞ。なんだ。わからん。ふきふきしとこや。ふきふきしとこや。足もちょっと失礼しますね。歯磨きシートでもしときますか。へい、好きでしょこれ。はい、お口はどちらですかね。あ、こちらですね。はーい、ふきふき。オッケーです。まあ、何やって。これ余談なんですけど、すごい。余談のレベルがレベチですから。もう一回、すごいレベチレベチ。すごいよね。なんだっけ、若者言葉わからない。最近あのさ、逃げピだっけ。え、本当にわからなすぎてなんか悲しかったよ。え、なんかもうピエンとかの時代じゃないんですよ。渋いしかわからん。あ、ピニゲね。大学生ならわかるのかな。みんなピニゲしちゃダメだよ。ピンゲ。マンジ使ってた。泣いた。みんなの方がピニゲ知ってて悲しい。
限。私にはピエンしか。てかピってやって出席になるんだね大学って、すごっ。本当にピニゲしてもさ、乗り、あの、いけちゃうの？バレないの？余裕だよ、やばい。ちょっとちょっと、出席カードもあるんだ。あー、なるほどね。じゃあ先生によるんだね、やっぱ先生も大変やな。ピニゲね、まあきっと私が大学生だったらピニゲしちゃうんだろうな。ちょっとお腹すいちゃって無理だから一旦寝させてとか言って、一旦この授業一旦寝させてほしい。こうやってね、よくないですね。待ちな。わかった。なんであなたが臭いのか。やばい、時間じゃん。気づいたら時間なんですけど。怖い。怖いよ。すごいね。大学生か。行ってみたかったな、大学。やばい、時間だ、時間だ。時間です。ってことで、ビクトルは何タワーだったんだろうか。13位ルタ、ありがとうペコリ。12位アンリ、ありがとうペコリ。11位ブチヨ、ありがとうペコリ。10位オコーナムリッチ、ありがとうペコリ。9位ハリー、ありがとぺこり。8位タカヒロ、ありがとぺこり。7位スカイヤスキャカリザの方、ありがとぺこり。6位ハクゲン、ありがとぺこり。5位ユタ、ありがとぺこり。4位サヨマル、ありがとぺこり。3位ウッチャ、ありがとぺこり。2位メソ、ありがとぺこり。1位ビクトル、ありがとわ。メモメモさせていただいたので、時間ある時に書くね。ありがとビクトル。今日は木曜日です。ハート送ってくれてラブラブラブ今日も元気に頑張ろう。いってらっしゃい、おやすみなさい、頑張ってね、気合いで。